人の N さんに電話でお話ししたんですが、ゲスト淳、ミュージックスタイルのサイトをご覧になっていただいて、そのサイトの中に私の歌っている曲のね、が流れるようなプレイヤーがあるわけです。リンクがあったので、それをクリックしていただいて、私の曲を聴いたところ、歌ってる声がね、エフェクターとする効果音がつけられる装置を使って、音声を加工してるのって聞かれたんですね。そのままお答えすると、何も使ってないんです。こちらのね、マイク、普段使っているこのマイク、で、実はこれ3オクターブ歌ってます。3オクターブというのはドーどーこれ3オクターブなんですけど、3オクターブの声を、ミックスしてます。なので、一切エフェクター的なものは使っておりません。で、私の声だけで、3オクターブまで上を重ねちゃうとね、ちょっとやっぱり声が高すぎちゃって聞こえることがあるんで、2オクターブもしくはそれにハーモニーをつけるような形でね、すると、音に厚みが出るというか、低い方の声の方がやっぱり人間の心と落ち着くんですよ。ドレミファソラシドっていうね、そういう声の方がやっぱり人間に落ち着けるんで、そういう歌い方をするんで、高い方の声も当然出るんですよね。ですがやはりそれを隠し味的にね、コーラスの中に出ていくと、すごく低いだけではなく華やかな感じが出るんですね。私にとってそれはエフェクターを使ってるのと言われたのは光栄なことで、私は何がやりたいかというと、やはり楽曲提供をしたいんですね。人様に歌っていただける曲なので、なぜ3オクターブも出るのと聞かれるんですけど、なぜかというと、女性ボーカルのパートも自分の楽曲の中に入れていく。で、女性の方にも口ずさんになってます。お子さんにも、ね、ガキンチョイの子供にも、小さな子供から高校生大学生みんな、私も子供ですよ。で、死ぬまで人間子供みたいなものです。子供から大人から女性からみんなに歌ってほしいから、そういう歌い方になりました。ちょっとその発声もね、特殊だと思うんです。なので一般的なボーカリストの方と相当違う声だし、あとは日本人だけでなくて、その外国の方からね、なぜかというと、ただ音だけで表現しているので、いいか悪いかしかないんですよね。なので、世界中のみんなにね、あとはね、言葉がよくわからない、当然日本語だったり英語だったりすることがあるんで、その関係なくね、みんなが歌えるのはどこの国の曲でもいいです。当然日本の曲が一番ね、みんなに歌ってほしいですけど、他の国も当然ね、たくさんあるんで、私の目標はね、みんなで歌える歌、そこが目標なので、ぜひ一緒に歌ってください。そういうように、そういうために作ってますから、ぜひ、みんなで、合唱、大合唱ができたらいいなと思ってます。それでは、かっこいいギタリスト、答えはね、エフェクターではなくて、3オクターブ分音を、声をね、重ねています。それがお答えです。またご質問などありましたら、気軽にお尋ねください。それでは、See you soon です。